仙台牛、牛じゃが弁当。仙台駅の駅弁です。今日はこれを食べてみたいと思います。外箱を取ると、こんな感じですね。お手元があって、お弁当箱があると。はい。こんな駅弁でございますね。外箱をね、もうちょっと見てみましょうかね。はい、これがラベル表示ですね。JR 東日本フーズの仙台支店の製造ですね。そして、もっと身近に仙台牛駅弁コンテストで、なんだ？優秀賞を取ったと書いてありますね。はい、お品書き。これマッシュポテトが入るんだね。牛じゃが弁当っていうから、なんか肉じゃがみたいなお弁当をね、なんだろう、こう、イメージするじゃないですか。でもマッシュポテトが入ってるんだね。これだよね、この部分。そして、なんだ？仙台牛の凄さが書いてありますね。はい。ブランド牛ですということが書いてあって、それから、牛じゃが弁当、伊達政宗だったらこれが好きに違いないみたいなことが書いてありますね。まあ、いいでしょう。じゃあね、これなんだ？この副菜のこの部分はなんか、いぶりがっこみたいな、干し大根、清酒漬け。お酒で漬けてあるんですね、これ。いや、これうまそうだな。いや、こっちに最初に目がいっちゃいました。じゃあね、早速食べてみたいと思います。これ見るからにね、美味しそうですよ。仙台牛。なるほど。牛肉の下は、玉ねぎとかごぼうですね。かなり甘く煮てますね。これはね、ある意味ね、砂糖の塊だね。僕はちょっと甘すぎると思うよ。マッシュポテト。マッシュポテトって言って、まあ、このぐらいですからね。ポテトが入ってるのは。だから牛じゃが弁当っていうのもちょっとね、表現が大げさですね。マッシュポテトは酸味があります。で、この牛肉が、もう一回食べる。異様に甘いんですよ。なので、バランスとしてはね、お弁当のバランスとしてはどうなのかなっていうのが僕の感想ですね。じゃあ、この清酒漬け。これは文句なく美味しいですね。せっかくのね、ブランド牛のね、仙台牛をここまで甘くしちゃったらね、味わいも何もないですよね。ご飯はね、仙台の一目惚れ。これはこれで美味しいんですけどね。やっぱり牛肉だね。問題点はね。
この砂糖の味をもっと控えめにするとより美味しいと思います。ということでね、今回は僕の評価は星2つぐらいかな。決してねまずいとかそういう意味じゃないですよ。仙台牛っていうね高級なブランド牛の駅弁でね、さらにはね、あれここに書いてある1250円っていうね結構なお値段を取る駅弁にしてはもうちょっとなんかやりようがあるんじゃないのとか、そういう意味ですね。はい、ということで、仙台の駅弁ですね、 JR 東日本フーズの仙台牛牛じゃが弁当のレビューでございました。